ちゃんのかぼちゃの煮付けを作っていきたいと思います。このかぼちゃの煮付けを作っている日は12月21日だったんですけど、12月22日が冬至ということもあってかぼちゃの煮付けがぴったりかなと思って作ってみました。この動画を出す頃には日数が結構経ってると思うんですけど、冬のかぼちゃはホクホクで美味しいのでいつ作ってもいいと思います。なんでおばあちゃんのかぼちゃの煮付けかというと、普段はおばあちゃんじゃなくてばあばって呼んでるんですけど、そのばあばが作る料理の中でかぼちゃの煮付けが一番好きだったんですね。なので今回はそのかぼちゃの煮付けを再現してみようと思って作ってみました。なんですけどばあばはだいたい目分量なんですよ。料理が大さじとか何グラムとかやらないんですね。もう感覚で料理をするんですよ。なのでもう何が何グラムとか小さじいくつとかわからなかったので、なんとなくこんな感じかなっていうふうに思いつつ近づくように頑張りました。そういうふうに目分量で料理するって長年料理をやり続けてきて、もう手の感覚とか見た目の感じとかで分かるようになってるからっていうことですよね。もうそこまでいったら真の料理上手なんじゃないかなと思います。本当にばあば料理上手で、かぼちゃの煮付けも好きだったんですけど、卵焼きがすっごい美味しくって、ばあばの卵焼きは甘い派だったんですけど、もう熟練の技っていう感じで、すごい巻き方も綺麗で上手で味もすごい絶妙なんですよね。真似したいけど真似できないっていう感じです。このかぼちゃの煮付けも材料も手順もすっごいシンプルで、めちゃくちゃ難しいかと言われたら、まあめちゃくちゃは難しくないっていう感じなんですけど、とにかくかぼちゃを切るのにすごい力がいるっていうところが本当に大変で、少し前のところで手が赤くなってるよっていうアピールをしてたんですけど、本当に硬い、本当に硬いんですよ。これ本当に硬くて、よくかぼちゃの煮付け作ってって簡単にお願いしてたけど、結構大変だったんだなって今自分が作ってみて分かることってありますね。こんなに料理上手だったばあばも今は体が弱くなっちゃって料理をしなくなっちゃったんですね。もっとしてる時に教えてもらえばよかったなって今更思ってます。まあ教わったところで目分量だから分かんないというか真似できないんですけどね。あとばあばの話だと、メイクがめちゃくちゃ好きなおばあちゃんだったんですよ。70歳超えてもアイシャドウを塗ってたり眉毛描いたり、こだわりもすごいあって、リップは絶対イヴ・サンローランの19番っていう色があるんですけど、それじゃないと嫌みたいな感じで、もう長年ずっとその19番のリップを使ってて、結構おしゃれさんだったんですよ。母はね、全然そういうのあんまりしないタイプなので、私が化粧とかそういうのするようになってからすごい嬉しそうにしてました。今度は私がバッチバチのね、ギャルみたいなね、つけまつげみたいなね、メイクをねしてあげたいと思ってます。まあつけまつげをつけるとしたら、私もつけまつげをつけるのは初めてなので、つけまつげデビューになるんですけどね。ここから切ったかぼちゃをお鍋に入れていきます。この赤のルクルーゼのお鍋はお兄さんがプレゼントしてくれました。ありがとうございます。このねお鍋をぜひ使いたいなと思って今回使うんですけど、もうね本当に真似しないでくださいっていう感じで、
かぼちゃが多すぎて、かぼちゃの煮付けをね作る人からしたら、かぼちゃって重なったら煮崩れしやすくなっちゃうので、重ならないようなお鍋を使うっていうのがもう鉄の掟なんですよ。なんですけど、もうこのお鍋を使いたい欲がもう高まりすぎちゃって、もう、ね、無理やりかぼちゃを入れた結果、まあかぼちゃがね、そりゃそりゃ盛り上がっちゃって、重なるなんてもんじゃないみたいな、山みたいになっちゃって、本当に真似しないでくださいね。絶対に真似しないでください。これはこう見えてもね、一回は違うお鍋に変えようと思ったんですけど、かぼちゃを作る時じゃなくてもいいんじゃないかとも思ったんですけど、今回ばかりはちょっと許していただけないですかね。お願いします。次からはね、しっかり大きいお鍋でね作りたいと思いますので、本当にすいません。本当に調味料を入れて煮立たせて、汁気がなくなってきたら完成になります。うちは結構薄口なので、調味料の量も少し少ないかもしれないんですけど、かぼちゃの甘みがすごく感じられると思います。なるべく煮崩れしてない美形のかぼちゃを選んできました。やっぱりお鍋は大きい方がいいと思います。かぼちゃの煮付けの完成です。オレンジが綺麗なホクホクのかぼちゃができました。食べてみたんですけど、結構おばあちゃんの味に近づいてました。大成功です。どれでしょうか。もうほー熱い、はい、一口で入れるからよ。美味しいです。結構染みてるから、はい、ね、全然見つめしてない。全然見つめしてない。ありがとうございます。今回は熊の学校のスモックを着てみました。熊の学校シリーズ2つ目かなって思うんですけど、このスモックは冬素材で、袖のところもあったかくなってたりとか、ジャッキーの顔の部分がふわふわしてたりとか、今の時期に素材も色味も合ってるスモックかなと思います。今年も見てくれてありがとうございました。良いお年を。バイバーイ。